飲んどってください、どうぞ。ここに？はいはい。金取りに行きますから。金くれる？そうそう。何キロ欲しいですか？一個くらい？一年くらいは払わないとね。じゃあ、一年後に。一年後にお会いします。今日は仕事休みたいよ。ああ、そうですか。あ、うん、じゃあ、それでは、特別に。特別に？特別に休んでもらいましょう。お休みくれるの？はい。じゃあ、遊ぼうかな。はい。昨日まで本当に頑張ったからですね。明日またよろしくね。嫌だなぁ。明日も休みたい？働くの？ああ、そうか。いつ頃だったらいいでしょう？もう家に帰りたい？一年に一回ぐらいだったらいいかな。ああ、そう。もうずいぶん。それぐらいは我慢するよ。ああ、ずいぶん儲けちゃったの？いやぁ、儲からないから。ああ、そうか。簡単に取れないんだね。そうね。ここは嫌だなぁ。ああ、そうか。嫌なところだよ。ああ、そうだね。そうだね。どこが一番気に入らないんですか？気に入らないのは全部だよ。ああ、そう。何もないところだからね。そうだね。石しかないでしょ？寒いから。はあ、そうだね。あの中寒いでしょ？寒い。はあ、そう。働くのは嫌だなあ。ああ、そうだね。働かなくてもよかったらいいのにね。ああ、そうですね。あんたは働くの？いや違う仕事を私も探してみますよ。いやー。木を掘ろうか、掘ろうかと思ったんだけれども、その話を聞いたら。あんた掘るの？あ、掘りたかったけれども。やる？あ、考え直します。やめた方がいいと思うな。はい、ありがとう。いたらよ、あそこの中に。そうそう。いたよ。嫌なやつ。いやー、嫌だねー。嫌なやつがいるだろう。ああ、そうでしょう、あれは。俺が嫌なやつだ。そうだねー。嫌なんだ、あいつ。そうだったんですか。お前は嫌じゃないの？ああ、かわいそうだからね。あの人も仕方なくここに来たでしょ。おお。あの人もかわいそうな人だよ。おお。もともといい人だったでしょ。あいつら？でも虐げられて悪者になったんじゃないですか。そうかな。そうそう。あいつもいいとこあったの。親もかわいかったでしょうね。親はそうだろうね。そう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 、いいところあったと思うんですよ。そうかもね。だなぁ。いつからどん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 性格は変わって悪者になったでしょう。そう思うの？かわいそうな人だよ。そう思うの？はいはい。嫌なやつだね。この際あの人も島から出して、戻る人間に戻してあげましょう。おぉ。そいついいね。はい。嫌なやつ、全部なくしましょう。じゃあ俺も嫌なやつになってここ出るよ。ああ、そうか。だったら一緒に行きましょう。あれ、一緒に行く？はいはい。お前働く？私が残りは全部やりますから。働くの？はい、後で金を作ったら皆さん分けてあげますよ。お前嬉しいこと言ってくれるじゃないの。はいはい、独り占めして私嬉しいよ。お前本当に働くの？はいはい。10年間の掘り出したらどのぐらいで集まるんだろう。自分のものにはならないよ。ああ、全部取られちゃうんだね。ちょっとぐらいくれてもいいと思うんだけどね。あ、全然くれないんだ。俺にはくれなかったね。ああ、だから嫌なんだね。みんなそうじゃないの？いやー、そうだったか。そんな恨みが多かったんだね。そうだね。ああ、全部取られちゃったんだ。自分のものにはならないからな。ああ、ちゃんと自分のものになるところに行きましょう。そういうところを。他を探した方がいいと思うよ。ああ、そういうところを紹介してあげますよ。私も探してみますよ。お前、うれしいね。うまいこと言うね。はいはい。
一緒に。俺も連れてっておくれよ。はいはい。一緒に力を合わせて新しい仕事をしましょう。じゃあついていくよ。これから同僚になるんですよ。お、同僚かい？そうですよ。お前偉いやつになるんだね。はい。あなたが私を後押ししてくれればね。力強いよ。本当？そうですよ。よろしくね。俺もよろしくな。はいはい。ありがとう。お会いできて嬉しかったんですよ。おろしてよ。おろしてっておっしゃってる。おろそう。どうぞどうぞ。行きましょう。はい。それはちょっと無理だと思うんだな。じゃあ、1、2、はっ、よいしょ。もり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 。大丈夫大丈夫。無理だと思う。大丈夫大丈夫。頼むよ。よいしょ。じゃあ。はいはい。いやー相当働いて、本人より体がね、本当にダメになったんだよね。働きすぎて、腰が曲がってるんですね。そうでしょ？嬉しいね。いつも腰を曲げて働いたでしょ？ああ、そうだな。だから、背も縮んじゃったんですね。俺縮んじゃったよ。伸ばしてあげるよ。大きくなれ大きくなれ。元気になれ元気になれ。大丈夫だよ、もう歩けるよ。歩けるよ。はいはい。人生出発。歩けるよ。それでは行きましょう。行きましょう。